こんにちは、タカチャンネルです。今回はですね、ナレーションを行っていきたいと思います。これはみじこさんの提案から始まったオープニングの、歌のシーンでございます。こちらはですね、アカペラで歌ったんで、ちょっとね、タイミングがなかなか合わないというか、まあ、ズームで、オンラインでやるとこういう風になっちゃうんですよね。そのタイミング合わせようとする、私なんですけど、まあ、ちょっと、大変ですよね。ちょっと顔が引きずってますね、私の顔がね。はい。でも、オープニングは無事に始まりました。お久しぶりです。よかったです。はい。ミジコさん、お久しぶりです。お久しぶりです。はい、これはちょっと完全スルーでもひどいですね。私、ごめんなさい。ミジコさん、ごめんなさい。申し訳なかったです。ということで、始まりましたが、久しぶりの対談コラボでございまして。そしてね、今回話しておきたいことは、今回は特別、シン・ウルトラマン、公開後なんですけど、まあ、先ほどの謝罪の字幕の通りなんですけど、まあ、そうだ、シン・ウルトラマンのパンフレットとね、デザインワークスは手に入れてます。はい、というわけで、コラボしませんか的な感じのメッセージいただきました。ただ、ネタバレ厳禁なんでね、まだ見てないです。ありがたかったです。まだ見てないですよ。音楽の活動やってたんで、ちょっと忙しくて、難しいですとお答えしてたんですがですね、音楽活動でちょっとぐだぐだ言い訳してますね、私がね。あ、1年前のコラボできなかった理由について語ってますね。シン・ウルトラマンの公開延期になった時期が、はい、公開予定だった、1年前は、ね、公開予定だったんですよね。ただね、コロナ禍になっちゃって、はい、延期が 何度か続いてね、やっとの思いで今回シン・ウルトラマン公開になりました。フラれちゃいましたもんね。すいませんでした。振られちゃった。振られちゃった。みじこさん、はい、なんすか。僕は本当に申し訳ないです。僕からしたら本当、みじこさん本当申し訳ないです。すいませんでした。本当ですか。難しいなと思いながら、ちょっと今回映像素材がね、ちょっと、まあ、実はですね、みじこさんからいただいたものを ね、今回のコラボも、使ってます、ね、音楽の刺激になるかなと思ったんで、録画ボタンを私がですね、ちゃんと押してなかったっていうのが原因でして、大変だったんですよ。それでね、動画の今回コラボさせていただきます。種類が変わっちゃったりなんかして、はい、動画の種類変わっちゃったから、今日頑張りましょう。イエーMPG から MP4 にまた変換し直したんですよね。はい、それでお金かかっちゃいましたね。あ、はい、とある情報筋から聞いたんで、ちょっと、なんすか、質問コーナーありますか、質問ありますか的なこと言ってますけどね。だからね、はい、私が言ってます。はい、なんかありましたっけ。ありましたっけ。そうか、あ、ごめん、ちょっとこれはトラップですね。ミジコトラップに引っかかりましたね。はい、なんか僕が勘違いしたいけど、とりあえず今回のトークテーマは、先ほど申し上げたようなことは、ね、今週からですよね、ついに。シン・ウルトラマンも、シン・ウルトラマンも、はい、ついに今週から始まるんですよね。そうなんですよね。やっと来たーって。来たぜ。はい、声を張り上げてますね。どんだけ待ったことだった。一回延期しましたもんね。どんだけ、はい、それがついに今週やるんすよ。どんだけ待った、待たされたことか。どんだけ待たされたことか。もうその、その延期になったことで泣きましたもんね。そのなんかその泣いちゃった。泣いた。泣いちゃった。嘘泣き始まりましたね。はい。この、ね、シールダウン。今週っすよ。もう公開後になってしまいましたが、1年ぐらい前、はい、皆さんいかがでしたでしょうかね。ネタバレのコメントやめてくださいね。はい、やっぱりよろしくお願いします。ネタバレ厳禁でお願いします。はい、ような気がしたんですけどね。どうですかね。5年前くらい。超そう、私のこの記憶が確かなのは、これシン・ウルトラマンっていう名前だけが一人歩きしてたっていうのがあったんですよね。5年前だったかな、ちょっと記憶もその辺曖昧なんですけどね。どうですかね、そのコメント欄で教えていただけると助かります。はい、わかんない、なんだろう、それはシン・ウルトラマンっていうのは企画があったのかどうかもわかんないけど、嘘から出た誠みたいな感じで、やっぱりもう、そうやるんだ。はい、仮面ライダー、
本当にやっちゃうんだみたいな。ブレンもそうでしたね。ブレンもね、はい、安野さん。ブレンはちゃんとね、エイプリルフールに公開されて、エイプリルフールにタイトルが公開されて、そこからね、本当になりましたよね。嘘から出たまことになりましたけど。ああ、新エヴァが公開される前ですからね。安野さん言っちゃいました。新エヴァ公開される前に情報が解除されたんですね。新エヴァンゲリオン。もうやるって。はい、公開。言ってましたもんね。前に、はいはいはい、公開前に、新エヴァ公開決定。そうですよね。先に、はい、そう、なんか前後関係がぐちゃぐちゃになっちゃったけど、新エヴァ、新エヴァ。いや、だったら早く新エヴァ公開してくれよっていう。はい、来ました。ありましたけどね。リリースしました。びっくりですよね。はい。というわけで、次回もまた見てね。チャオ！